ケヤキと洋館。もしかしてこの場所はあのショーにぴったりの。あ、ルイ君、どうしたの？え？ん？ルイがどうかしたか？今ルイ君シュンって顔してた気がしたの。ああ、いや、少し考え事をしていただけだよ。M 君？ルイ君、心配なことがあるならいつでも言ってね。急にどうしたんだい？私、ナイトショーを作るときにルイ君にいっぱいアイデア出してもらって、いっぱい助けてもらったから。だからルイ君が困ったら絶対力になりたいの。もし何か困ってたら私に言ってね。私にできること何でもするよ。M 君。そうだな。ルイ、何か気にかかることがあるなら遠慮なく言うといい。メンバーの相談に乗るのも座長の役目だからな。うん。ちゃんと頼ってよね、ルイ。みんなと一緒なら、できるでしょ。そうだね。今ならきっとあのショーもできる。僕を演出家として信頼してくれるみんながいるんだ。それじゃあこの後みんなに聞いてもらおうかな。この庭園にぴったりのショーを思いついたからね。